クリストフ・バルツはオーストリア出身の俳優。現在はイギリス・ロンドン在住。ウィーン出身。父親はドイツ人、母親はオーストリア人。ドイツ語、英語、フランス語が堪能。両親はセットデザイナー。ウィーンのマックス・ラインハルト演劇学校を経て1970年代後半からはニューヨークのリー・ストラスバーグ演劇研究所で演技を学んだ。 舞台俳優としてキャリアをスタートさせ、チューリッヒのシャウシュピールハウスチューリッヒ、ウィーンのブルク劇場、ザルツブルク音楽祭などで舞台に立った。1980年代から2000年代にかけては、テレビ俳優として多くの作品に出演し、2000年にはドイツのテレビ番組、ウェンマンズイッヒ・トラウトで監督デビューした。2009年、イングロリアス・バスターズで、 一見紳士的ながら、腹の中では、底知れぬ冷徹さを兼ね揃えているナチス親衛隊の、ハンス・ランダ役で、第62回カンヌ国際映画祭団優勝、第82回アカデミー賞助演団優勝を受賞した。クリストフについて、タランティーの本人に、ランダ役は、今まで生み出した中で、最高のキャラクターの一人だったから、クリストフと同等の俳優がいなければ、 イングロディアスバスターズは作れなかったよと言わしめた。この作品で世界的に有名になる前は生まれも育ちもウィーンという喫水のオーストリア俳優として欧米で活動していたが実際はドイツ国籍しか保持していないことが判明し多くのオーストリア国民に大きな衝撃を与えた。この件を受け2010年8月に同国政府から急遽 オーストリア国籍を授与することが決定された。2013年には、同じタランティーノ監督の、ジャンゴつながれざるもので2度目のアカデミー賞、助演男優勝を受賞した。2014年には、第64回ベルリン国際映画祭の審査員を務めた。また2014年12月1日には、ハリウッドウォークオブフェームにその名が刻まれた。 2015年には007シリーズ第24作007スペクターで犯罪組織スペクターの首領フランツ・オーベルハウザー役を演じた。演じる際に必要なのはどんな役でもその人物の日常の感覚を考えて再現することが重要と話している。イングロリアス・バスターズイングロリアス・バスターズジャンゴ繋がれざる者ジャンゴ・アンチェインド。ありがとうございます。